はい、それではですね、システム管論2の第1回目の授業を始めたいと思います。いつものようにですね、システム管論2のタブをクリックしてもらって、別にですね、クラスルームへのアクセスの仕方がありますので、ここではもう説明しませんけれども、これを見てですね、クラスルームへの登録を行ってください。で、今日はですね、第1回目ですので、第1回のところをクリックしてもらうと、授業レジュメがありまして、授業レジュメは、簡単にしか触れませんが、今日の授業の様子とですね、それから授業概要、オンディマンドで、今学期が行われるということが書いてあります。それから、先ほど言いましたように、クラスルームのアクセスの仕方はこちらにも載っております。で、クラスコードはここにありまして、で、基本的にはですね、木曜日に配信しますけども、土曜日までにすべて視聴、それからアンケート、それからチェックテストに答えてくださいということです。で、それができましたら、私の研究室のホームページから、講義というところをクリックしてもらって、それでクラスルームにアクセスをしてください。これ毎回やることですね。で、今日は第1回目ですので、ちょうどですね、第1回授業アンケートをやってもらいます。で、毎回ですと、前の授業アンケートがありますので、それを振り返りながらですね、授業を始めたいと思います。今日は第1回目ですので、ありませんので、早速、授業の方に入りたいと思いますが、第1回講義資料をクリックしてもらって、イントロダクションを見てください。で、このシステム管理2ではですね、引き続きですね、また全く別の、いわゆる、経営工学といいますか、よくですね、少し計算をするような問題がいくつかありまして、それを中心に行っていきたいと思います。ですが、今日はイントロダクションですので、またそれの根本的な話ですね。データとか情報とか知識という話。それからコンピューター、そもそもコンピューターってどういうふうな性質があるかという話ですね。ですので、計算という話をしていきたいと思っております。で、はじめにですね、これ経営学部の中でですね、専門科目として、こういったことをやるということはですね、経営学に必要な IT、情報技術に関する知識を学びましょうということです。で、IT と経営とかですね、情報セキュリティとか、前期、春学期では、システム設計ということで、要求定義から形式使用、それから UML といった設計の仕方について説明してきました。で、他に情報システムというのがありますけども、そういった話題をすることもあります。その他にですね、最近、ある意味、どのような分野でも IT とか ICT が入っていまして、さらにコンピューターがどのような分野でも関わっていますので、最近のいろいろな話題というのは捉えることができます。例えばですね、データサイエンスというのがよく言われているんですけども、そういったこともですね、こういった、分野に関わることにはなります。ただ、この授業では、そういった統計学とかそういったことは行いません。はい、じゃあそもそもという話をしますと、経営学部ではですね、よく昔から人物金というふうに言いまして、人は人材管理、人材の話ですね。それから物というのは物のやり取りの話、購買とかそういったことを含めですね。なので、いわゆるマーケティング的なことをやるということです。それから金については金融とか会計とかですね。そういった話。特に財務諸表とかそういった話ですね。そういった3つものものを統合して、
経営を行うというふうに言いますけども、それに対して、もう1970年ぐらいから情報ですね。特に昔はコンピューターをただ導入するというだけで、経営に必要だよというふうに言ってきたので、情報というのは非常にいろんな意味がありますけども、いずれにしても人物金だけではなくて、人物金情報で経営を行うというふうに言われております。そういった意味で、この事業ではこの情報というのに注目をして、さまざまな面から経営と情報、先ほど言いましたように IT とか ICT とかも言いますけども、そういったものとの関連性の部分を紹介していきたいということです。